虎ノ門ヒルズにまた新たな高層ビルが加わります。今日地上36階建てのオフィスビルの起工式が行われました。再開発が進む虎ノ門エリアですが、近隣住民からはにぎわいの創出が思ったより進んでいないという声が上がっています。新たなビルは虎ノ門の牽引役となるのでしょうか。虎ノ門ヒルズビジネスタワーは商業施設も兼ね備えた地上36階建てのオフィスビルです。1階には空港へのリムジンバスや都心と臨海部を結ぶバス高速輸送システム BRT が発着するバスターミナルが設けられます。さらに東京メトロ銀座線の虎ノ門駅や2020年の夏の開業を目指す日比谷線の新しい虎ノ門駅とも直結するなど、オリンピックに向けて交通の拠点としても注目の場所となります。虎ノ門エリアの価値、本事業の価値を2倍3倍に高めたい、そして世界の人物金情報を引きつける東京の磁力になりたい。このビルは2019年の完成を予定しています。さらにその翌年には高層マンションも完成する予定で、虎ノ門ヒルズは今後も開発が続けられます。ハロー未来東京。2014年に華々しく開業した虎ノ門ヒルズ、東京の新たなランドマークとして期待され、オープンと同時に周辺の再開発も行われました。広い道路空間にオープンカフェなどを展開し、にぎわいの場として活用する東京シャンゼリゼプロジェクトの取り組みを進めてまいります。この虎ノ門で都が進めたのが東京シャンゼリゼプロジェクトです。パリのシャンゼリゼ通りのように歩いていて楽しい街を目指すというこのプロジェクト、その第一号に新虎通りが選ばれました。しかし、こちらの新虎通りなんですが、通っているのはスーツを着たビジネスマンが目立ちます。通勤に使ってる人が主なんじゃないですかね。あんまりこうわざわざ来てる人がいる感じじゃないと思います。綺麗ですけど、まあ、ちょっと寂しいかなって感じはあります。利用する人からは綺麗な通りを評価する声がある一方、飲食店の少なさなど不満が聞かれました。小池知事も知事就任前にプロジェクトについて苦言を呈していました。海外のものが素晴らしいとだけ思ってないで、もっと東京に自信を持って、日本に自信を持って、そしてその街づくりをすることによって、私はインバウンド客がもっと増えてくると、こう思っております。地元の町会長は周辺の開発がなかなか進まない現状について建築費の高騰を挙げます。採算性が悪いということですかね。このくらいの想定家賃が入って、でこのくらいの建築費用、その他費用が、そこら辺のバランスがなかなか取れない。人が集まるようになるまで結構10年とかそれ以上かかりそうな気がしますけどね。開発ラッシュが続く虎ノ門、ランドマークと周辺の開発の狭間で虎ノ門エリアの今後が注目されます。